はい。皆さん、こんにちは、こんばんは。トシです。今回は、マインクラフトの方ね、キャプチャーボードを使って初めてやっていくわけですが、あらかじめ言っておきます。ゲームの音声が入っておりません。というのも、こういうの得意じゃなくて、まだゲームの音声プラス、こういった声をね、入れるのはね、まだ慣れていないんで、慣れていないというか、やり方がまずわかんないんです。ということで、今回はまずは、まあ、声だけということで、ご了承ください。今回ね、新しい世界ということで、まあ、名前は、じゃあ、私のチャンネル名のね、トシでいきましょう。投資、投資ワールド、ワールド。ということで、サバイバルですね。クリエイティブと、サバイバルありますが、サバイバルのハードで、ちょっとやっていこうと思います。で、まだ編集とかも、わかんないので、まあ、動画が非常に長くなる可能性が、かなりありますが、ご了承ください。さあ、来るか。さあ、来るか。さあ、まだ来ない。ホイッス、来ました。おい。はい、初っ端どこだ？地図をご確認ください。で、一回ね、ちょっと試し撮りしたのがあるんですが、それ試し撮りした、なんていうの、ワールドが、ほぼ雪でね、何にもできなかった。木とかは生えてるんですが、もう、ほぼ雪、一面雪でね、多いって感じでしたね。で、まあ今回もね、木はあって雪ということですが、まあ、ちょっと向こう行けばね、もう平原が見えますので、今回は大丈夫かなと思って、ちょっとこのワールドでやろうと思います。で、実況はこのワールドでやっていこうかなって考えてるんで、まあ、いつの日か、今度はね、編集ができたり、またゲームと、プレスリーの音がね、違います。ゲームと声、音声が一緒に、入ったりとかね、できたらいいなと思います。ということで、じゃあ、まずはね、この木を切ってきます。切ってますけどね、もう。そっからもうあれ見てください。このしだれ桜みたいな。ジャングルですね。雪でジャングル、しょっぱな。まあ、まず何を見つけたいかっていうと村を見つけたい。で、実はね、これ、今、皆さんにもゲームの音声が聞こえないと思うんですが、僕も聞こえません。よくわかんないね、これ。マイクの方に合わせると、僕も聞こえなくなるみたいで、ちょっと参っちゃうとこですね、それは。これ何？小麦の種が取れたみたいです。木からと小麦の種が取れると。謎だ。ってことで、まずはね、はい。ってことで、まずは、頭皮の板ですね。まずこれ作業台を作って、
作業台も作って、これも作って、剣も作って、ほんで、斧、シャベル。あとは何が足りないのかな。これか。これやって、これ、はい。ということで。まあ、これ、こっち置いといて。はい。対岸にね、見えるもの、何ですか、あれ。豚の三連星ですね。豚3匹いっぱいいますね。きっとあの豚ちゃんはね、食料になれ、逃げてかないで。豚はね、食料になるんですよ。牛の方が結構食料になるんですけど、まあ豚ちゃんも、子供かな、まだこれ。1個しか取れないし。子供かもしれないけど。まあ、しょうがないですよ。あ、このキノコ。キノコ食べたい。食べれない。ということで、まあ。で、この間なんですけど、馬も追加されたということ。このワールドどうした？なんでここまでいらっしゃる？あなた。おかえり。父親がね、帰ってきたということで。ちょっと待ってくださいね。なんか変だな。雑音多分入ってたらすいません。ちょっとなんか合わなくなっちゃった。まあ、こんな感じでいいかな。何？まあ、聞こえてなかったよね。聞こえてなかったと祈ろう。父親がね、ちょっと入ってきて、ちょっとうるせえなーって感じでしたね。で、今回ね、このワールドでやっていくということで、どのぐらいの声で話した方があれなのかな。このぐらいの声でいこうと思いますけど、今回は。大きかったりしたら、まあ、言ってもらえれば、なんとかなると思います。なんとかなりますね。で、まあ、こういった木が多いわけですが、石炭とかが欲しいね、今。てか、マップまずね、見ましょう。なんかすっごい地形らしいですよ。で、あの豚が大量にいると。牛も今ちょっと。あれ？
ものすごく速くなかった。ええー、固まったりしよう。あ、なんかやばいとこ発見しましたね。待ってよ。向こうの果て行っちゃったら、逆回った方がいいのかな。ほんで、やりたいことがですね、すぐ豚見つけるな。豚殲滅するかな。 豚殲滅作戦、ででん。豚ちゃん多いね。なんでだろうね。まあ、ジャングルに豚って合わないと思うんだけどな。まあ、まあやっていこうか、普通に。何をやりたいかっていうと、別に何も決めてません。まずマップ探索をして、原住民じゃない。マップ探索指定の、まずね、ゲンロウかぼちゃ畑。よいしょ。なんか話そうと思ってたらめっちゃかぼちゃ畑やん。ちょっとこれ、写真に収めときますかね。スクリーンショットとやらがあった気がした。あ、でもこれ撮ってるのが終わっちゃうのが、スクリーンショットやると。じゃあ、スマホ片手に、マイクラ実況的な感じでやってるんで、嘘嘘。よくわかん。うわ、うわ、うわ。ちょっとね、こんなカボチャをね、ゲットするなんてね、思ってもみなかったよ。カボチャ、ジャングルにあるんだね。雇用があるんじゃない？明るいし。うおー、めっちゃ怖い。落ちたら死んじゃうよ。溶岩はね、危険だって昔からよく言うもんでね。もうなんかこのワールドものすごい形をしております。で、今ミッキーみたい。あ、これ著作権引っかかる。マップの形でもなんとかしなければね。著作権に引っかかりますよ、僕。で、これね、僕もゲームの音が聞こえてないということで、敵が来てもわかりません。待って、敵が来てもわかりませんの前になんか食っとこう。食っとかないとやばい。あ、豚ちゃんいっぱいいたからね。まず食っといて。で、攻撃だね。わかります？目の前になんかいるよね。クリーパーですね。僕の大嫌いなクリーパーですね。一回ね、完成間近の家をリフォームされました。匠さん。なんか、ちょ、見て。ちょ、見て、これ。下。何これ。水中都市みたいになってるやん。あがが、あ、死ぬ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 。何これ。ちょっとなんか、すっごいなんかわけのわからないマップなんですけど、ここ。真面目にちょっと、いいっすか？いいっすか？あー、これ、死ぬやつだ。あかかかかかか。これ、敵連れてきて、ポンって、敵のリスポーン？ブロック。とこにやるやつが、なんか今、ありましたね。骨、骨、骨、ほい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 。
もう夜になっちゃったね。こんなとこ刺した。もう夜になっちゃったみたいです。だいぶ上まで来たんだけどね。まあ、村人いないね。今回は村人をね、探したいんで。村人を探すと。なんか。まあ、村人を探せたら探せたで、ちょっとそこで区切りたい。引いてちょ。ゲームオーバー。ということで、復活しとって、私は雲に倒されました。で、私は雲に倒されましたね。本当に雲に倒されたみたいですね。最初のリスポーン地点ですね、ここ。私は雲に倒され、スライム発見。私は雲に倒されたようです。で、ちょっとね、荷物とか全然保管してなかったじゃないですか。保管していなかったので、申し訳ないんですが、このワールド、やめましょう。っていうか、このワールドでね、やってける自信がなかったの、なんでかっていうと、まず、ジャングル、すぎるんですね。なんだろう、雪すぎるステージと一緒で、ジャングルすぎるということで、やめましょう。ご視聴ありがとうございました。次また新しいステージでやってきます。ということで、バイバイ。